私たち人間はみんな死を恐れています。場合によって死そのものに対する恐怖よりも死への過程におけるいろいろな不愉快な体験、その痛みとかあるいはあのこういうことを恐れることは多いかもしれません。英語も最近はよく fear of death つまり死に対しそのものに対する恐怖と fear of dying つまり死の死までの,あの過程におけるあの恐怖を区別しますで一般に、まあ、恐怖と不安ということを、まあ、初めて区別したのは 実音哲学者キエクがでしたで彼によりますとやはりあの恐怖とはあ,のある特定の対象が原因になって例えば蛇とかあの病気では原因があって生じるわけですそれと比べますと不安とは何のせいとも分からない漠然とした気分なようなものですつまり私たちは何を恐れているかと いうことはやっぱり恐怖と思われていますけれどもその曖昧な場合は不安です。でこの定義に従って考えますとあの死を恐れるということはもちろんその両方恐怖と不安、まあ、両方複雑に絡み合ってたものです。はっきり境界線を引くのは不可能だと思います。 で人間は誰でも国の底にその死に対する恐怖と不安を抱いていますそして現代人は長年の死のタブー化のおかげでもしかしたらもっと強く死を恐れるようになったんじゃないかと思いますつまり一方ではあの死のタブー化はあの死への,死の恐怖は死のタブー化を生みましたしそしてまた悪循環で あの死へのタブー化はまた死への恐怖を増やしていると思います。もちろんある程度で死への恐怖はまあ生物体としてのまあ自己保存本能としてまあ自然の現象と言えましょう。しかし度が過ぎればまあ正常な情緒活動の妨げとなりまあ死という人生の大きな課題とは 前向きに取り組む道を閉ざしてしまうわけですで多くの医師も特に死に対する強い恐怖を抱いているといういろんな国際的なま調査の結果でしたでところがあのそ,のそうしたあの恐怖心は医師が患者への病名告知をためらわせる一一つの原因でもあるといいます。特にその 末期患者とのコミュニケーションの妨げになると思われています私の一人の友人が東京の病院に入院したときは医者に聞きました先生私の病気は癌でしょうかそしてその医者はこの質問に答えないでただ現代医学に信用しなさいと答えたんですねそして私の友達は あのそういう医者の言葉に信頼しようと思ったんですけれども極端な死に対する恐怖と不安で苦しんで1週間後で亡くなりましたでもしかしたらこの医者は患者との間にでなぜもっと心の通い温かいコミュニケーションはできな,できなかったでしょうかじゃあもしかしたら自分の心の中の死に対する過剰な恐怖と あの不安をまだ解決できない。主な理由であった。あのかむかもしれません。ところは、あのターミナルケアにおいて、特に患者さん最後の段階で。 もちろん医者は今あの医療によってそのする医療によっても自分を救うことはできないと大体分かっていますけれども患者さんはその時は医者に対する一つの大きい願いはやっぱり最後までねあのコミュニケーションするとかそういう信頼感そしてやっぱり心の交流は一番期待しているんじゃないかと私はいつも感じました。ですからそういう意味で、まあ、今日のテーマは「死」に対する恐怖と不安は まあ特に医療従事者はまあどんどんその死にゆく患者と接触する人はあのこういうことをよくあの自分自身のテーマとしてあの考えていいじゃないかと思います。で死へのまあ恐怖と不安はさまざまな形がありますけれども私は今いくつかをあの紹介したいと思います。私たちは大体 あの各患者さんのどういう独特な恐怖や不安を抱けばあの早く分かれば私たちは医療従事者としてあるいはもちろん家族のメンバーとしてまたは友達としてそれを和らげる努力はできるんじゃないかと思います。 第一としてあの苦痛への恐怖をちょっと見てみましょう。この死を前にした人が抱く苦痛には大体肉体的苦痛精神的苦痛社会的苦痛と霊的苦痛を区別します。そしてあのもちろんんまずあの患者さんは あの心配しているのは肉体的な痛みですねですからあの患者側の一つのケアとしてあるいはその死に対する恐怖と不安の一つの努力として私は徹底的にその肉体的痛みを和らげる努力をしなければいけないです。 最近はモルヒーネによって大体95%は緩和できると言っている医者は多いんです。でしかしあ,のある患者さんは必ずしも肉体的な痛みだけではなくてもしかしたら社会的な苦痛で最もっと悩んでいる人もいます。例えば社会的苦痛といいますとそれは具体的に自分は亡くなってから あの奥さんは経済的に困るんじゃないかあるいは子どもはちょうど大学に入ってから今経済的に困るんじゃないか、まあ、そういうような心配特にあの働き先ああの若い、まあ、中年期のお父さんにとってもしかしたら一番大きい悩みであるかもしれません。 そして、まあ、精神的な、えーあのえー、苦痛といいますとそれは例えばそのなぜ私は今苦しめなければないとかなぜ死ななければないとかそういうような悩みは場合によって一番強いかもしれません。で第四としてその霊的苦痛といいますとそれは愛死苦しみなど、まあ、人生の根源的な意義についての切実な疑問がもたらす苦悩であります。 幸い、まあ、に今私たちは肉体的な痛みをあの緩和できるんですけどもあのこれからの末期医ルにおいてあの望ましいのはその英語でよくトータル・ペインつまり相対的苦痛の緩和は望ましいです。それは具体的にこの4つの苦痛を合わせてあの緩和する努力であります。第二として あの孤独への恐怖は非常に多いわけです。人々に見捨てられて一りぼっちで死を迎えるのではないかという恐れはま多くの人が抱くものです。私の一人の知人のお母さんはあの東京で入院した時は。 やはりあの夜中過ぎだったら呼び出しと出してもそのベルをしてもあの看護婦さんが来るまで大体1時間かかったと言ったんですけれどもどうも看護婦さんは非常に今忙しいあるいは風も足りないと私たちはみんなよく分かっていますけれどもどうも患者さんは特に死に直面している時そしてやっぱり痛み肉体の痛みで悩んでいる時は例えば 1> 1時時間間待つのは大変長い時間です実はあの時計の時間つまり客観的な時間と私たちの主観的な時間体験はぶん違います。例えばあの本当に今悩んでいる苦しんでいる人は10本待つのはそれは健康な人の1時間よりも場合によって長い主観的な時間体験になるかもしれません。ところがいろんな国での調査の結果としてあの 家族の方もあるいは場合によって医療従事者もあのその死に直面している患者に近づくことを避けることもという傾向が多いんです。例えば1つののの有名なニューヨーヨクの総合病院の調査